それではですね、駿台の全国模試でも40数年前、ね、日本史全国1位を取ったことある医師がね、少し歴史の物語を解説していくのに、まあ、歴史の話をしたいと思います。少しね、受験生にも役立つように、今日は土地の税制ということで話していきたいなと思います。ね、これをより解説していこうかなと思うんですが、非常には面白い。黒瀬先生の太平記、ね、太平時代を書いたね、太平時代っていうのは後醍醐天皇を中心とする時代を文官っていう後醍醐天皇の自己葬をね、中心に書いた物語ですけど、まあこれおいおい解説したいと思いますけども、それについてちょっとね、知っとかなあかん事実、まあ受験にも役に立つんで、少しお話ししますね。土地っていうのがまあ税収のね、一番今でもまあそうね、一部に入ってますけど、税収というのは、その頃にとっては一番のもの、ね、この律令制度というのは、まあ、奈良時代ね、白村江の戦い645年ぐらいかな、に、負けて、党の律令制度、中央集権国家を作らなあかんなということで、それまでは、士族制度といって各、ね、その国々が国造りの、ね、神ということで地方豪族が支配してたんですけど、それじゃあかんということで、それぞれの土地をすべてね、天皇集権にしようということで、土地と人民はね、王の支配下にあるということで律令制度を設けて、ね、そこでまあ国司党を派遣して管理をしたということになります、ね、でそこからその人民に税金を取って全部天皇に集まるような税制を取ったけども、なかなかまあ、ね、人口のその増加によってはやっぱり耕作面積も増えない、収量も増えない、税収も増えないっていうんで、土地を耕した者には三世一親ね、三世親その本に子供孫にはね、その土地は私有を認めると、これが723年ぐらいね、もうちょうどその50年70年ぐらい経ってね、まあ少し収量も今でも開拓せなかった、まだ奈良時代ですけどね、三世一新の方っていうので、土地を開墾して、ね、その本人のやる気、自分のものになるよということで、三世だけね、自分のものになるよというやる気を出させたけど、なかなかそれでは収量が上がらないということで、墾田衛生資材法ね、これがその20年後、743年ぐらいね、出来上がって、ね、まあ耕した土地は自分のもちろん税金は払わなきゃね、自分のもんですよということでね、まあ税収確保したと、で税収の増加を狙ったということになるんですけども、そうなると今度は、やっぱり税収少なく見積もるにはどうしたらいいかなということで、国に取られる税金よりも少なくなるには、その国司よりも力の強い者にね、荘園をも差し上げて、ね、その少し、ね、管理料、手数料だけ払ったらどうかなということで、荘園制度っていうのができて、これは、この、ね、私有地を持ってる人らが、有力貴族、皇族、ね、あるいは寺社なんかに、自分の土地を寄付する、ね、そこからまあ手数料を払って、税金よりも安い手数料を払って、そのね、税収を、ま、負けてもらうというか、もう払わない、富裕、ね、税金を払わない、富裕、もうそこに入れない、というような権利を、もう貴族に寄贈して、ね、寄進系荘園と言われるように寄進して、入らないというようにしました、ね、これがまあ平安時代ね、でこれが平安時代の貴族の財力ね、藤原氏の財力なんかもそういう寄進系の荘園が主なんですけどね、そういう貴族の財力があって、その後まあ、平氏があって、ね、鎌倉幕府ができたという頃になると、今度は、武家の勢力が強くなるとね、で、頼朝と義経の、ね、戦いによって義経が逃げるんですけども、その時に義経の探索のために、ね、警察犬として各地の、ね、国司のところに地方警察犬を入れてくれと
ね、いうことで死後、それから自等、徴税権もね、そこに入れさせてくれということで、死後自等の設置を認めさせた。これが武家の勢力ですね。これがまあ鎌倉幕府が成立した1190年頃、ね、今はいい箱か、85年、ね、いい国からいい箱になった、それぐらいの時に設置を認めさせたと。いうことになる。だからこれがまあ貴族の財力、ね、それからこれが武士の、ね、武力の財力源ということになって、それで武家政治がね、全般になって、守護大名から戦国大名で江戸時代の大名となると、ね、でこれ全て見ていくと、全てね、国家のその土地と人民は王の、ね、支配下にあるんやけども、管理権をずっと、ね、任されて、ね、国司が任された時代、ね、貴族が任された、ね、守護と武士が任された時代やったんやけども、1867年、ね、大政奉還というのが、ね、江戸幕府から出されますね。でそこでまた中央集権国家に変わると、ね、だから土地をめぐってはずっと管理権の、ね、戦いやってまた元に戻りましたよっていうのがこれ、土地の税収制度の、まあ流れなんです。でこの辺荘園守護地頭、この辺がすごい入り混じれて ややこしいし、日本史でもややこしいんで、まあ、この辺がちょうど、ね、戦国それから室町鎌倉の時代なんで、その辺ね、公家と、ね、貴族、公家と武家の、ね、土地の争い、ね、その中お互いの争いがあったということで、まあ、理解すると非常に、まあ、歴史としても面白いと思います。じゃあ、まあ、こういう形でね、歴史の話もしていきながら、この本の解説、まあ、いつか時間があったらしたいと思います。じゃあ、今日はこれまで。